はい、ということですね、PPP 東京プロレスラーの水戸でございます。この度ですね、皆さんにご報告が、ございます。私、この2020年をもちまして卒業させていただくことになりました。はい、何を卒業しま、するかと言いますと、この長年付き添った赤髪とお別れしたいと思います。というわけで私今日数年ぶりに黒髪になりたいと思います。というわけでですね、はい、今日はあの原宿にあります UR キャッスルさん、いつもお世話になってるこちらの美容院に、来させていただいております。そして今日この赤髪を黒に変身させていただくのはお世話になってるこの方です。ジャンボ、おジャンボ、ジャンボです。ジャンボですか。緑さんジャンボということで、美容師のドスコイさんです。ジャンボ、おジャンボ。ドスコイさんもね、YouTube ね、やってますやってますもんね。はい、やってます。あのめちゃめちゃ企画が面白いんで、リンク貼っときますんで、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。お願いします。どうですか、僕あのもうこの赤髪を、はい、3年、4年くらいやってるんですけども、結構もうイメージカラーだったんで。そうなんです、イメージカラーをですね、はい、まあ2020年、はい、世の中この大変な時期というのもあって、まあ、思うところありましてね、はい、私心機一転黒髪に、はい、なるんですけど、どうですか、黒似合いますかね。大丈夫です。ドスコイさんに任せたら大丈夫ですか。もちろんです。今赤髪なんですけど、はい、これからは素人黒髪になりますか。素人黒髪になる。大丈夫、卒業しましょう。卒業しましょう。行きましょう。はい、じゃあ、 どうしようか。ここは、はい、あのプロレスラーも多く通ってるんですよね。通ってくれてます、はい、どんな選手来られてるんですか。そうですね、最近はもう塩崎剛選手、おー、GH ヘビー級チャンピオン、はい、チャンピオン、おー、はい、あとはあの三富さんの仲いい、はい、海選手、仲悪いです。仲悪いです俺も仲悪いです、あいつは、はい、はい、あとは三富さんと一緒にやってる、はい、魔界出てる、あ、シュリ選手、シュリ選手、あ、はい、なるほど。そうそうたるメンバー、そうですね、はい、あとは悪い、悪い不良の不良しこちゃん、しこしこ選手、はい、あ、なるほど、うん、そうそうたるメンバーがこちらの、美容にカットされているということでですね、あのプロレス大好きな方も、ね、ぜひ UR キャスターさんにお越しいただいて、お願いします。髪を切っていただけたらと思います。それではじゃあ行ってまいりましょうか。やりましょう。お願いします。卒業します。よっ。はい、ということですね、先に今カットをしていただいてます。今カット中です。カット中です。もうどうしこちゃん、僕ここ通って何年、3年くらい経ってますよね。もっと経ってるんですか。もっと経ってますかね。最初はですね、僕らが仲悪いあの甲斐さんからの紹介でしたね。嫌いです。だから甲斐さんと長いですよね、付き合い。甲斐さんともう12年です。12年。長いですよね。長いです。はい、どうしてください。その昔全日本プロレスとなんかコラボ企画もやってましたもんね。やってました。あの YouTube めちゃくちゃ面白かったです。そうなんです。はい、あれは、はい、本当今だったら本当結構すごいメンバー揃ってると思うんで。そうですよね。はい、真田選手もいて、あ、そうだ、今新日本プロレスで活躍してる真田選手もいて、ね、浜さんとか。でその頃あのドスコイさん今こんなあの、ね、スマートな感じですけど、何キロあったんでしょうか。120キロ。120キロから何キロまで痩せたんですか。80ですね。80、すごい。40キロ減量。はい、今80ぐらいです。なるほど。最近ちょっと自粛中で太ってます。ああ、まあそうですね。さあ、そんなまあドスコイさんのその YouTube のチャンネルとかその過去のリンクとかも貼っておきますんでね。ありがとうございます。もうこれカット終わったらこの後いよいよ今日はカット気合入れてます。カット気合入れてね、やっていただいて、この後いよいよ、赤髪卒業式でございますんで、やりましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。はい、ということですね、もう今カットが終わりまして、はい、終わりました、まあ、いよいよちょっとなんかこの手術を受けるみたいな感じなんですけど、もうこの私が長年連れ添ったこの赤髪とですね、ついにお別れする時が来ました。さあ、あのこれ黒髪にするのっていうのは、はい、もうあのベタ塗りで時間を待てばなるもんなんですか。これ黒髪にすると、はい、なんか黒のこうすごい強いんで、はい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 、あんま地肌とかつけると地肌が染まっちゃうんで。ああ、なるほど。もともとの地の、ね、はい、根元が伸びてるとこって黒いじゃないですか。はい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 、はい、だからあんまり、根元にはつけずに、あ、この赤いとこだけを、なるほどですね、形になります。わかりました。ちょっと、ただ本当今回はね、はい、ちょっとブルーブラックっぽい、あ、ちょいおしゃれな、そうそう、もちろんちょっとね、ちょっとおしゃれな、気持ちおしゃれ、そうですね、出せるように。はい、わかりました。じゃあいよいよということでやってもらいます。1投目、あ、じゃあ1投目お願いします。はい、1投目いきましょう。1投目お願いします。はい、いや、としこさん、というわけでですね、みどりさん、バッチリです。
僕もびっくりするぐらいこんな黒髪に、うん、まさか3年ぶり4年ぶりにですね黒髪、うん、赤髪をやめたということでですね、衝撃の結末でございます。デビさん自信作です。自信作です。今回は自信作です。わかりました。じゃあちょっとあの画面の向こうの皆様にも、はい、お披露目したいと思いますので、はい、行きましょう。はい、じゃあゆっくりお願いします。今回の三富さんの返信はこちらです。イエーイ。ジャンプジャンボ、ジャンボ、一緒。だいぶ変わりました。変わったでしょ。こんな変わると思わない。はい、はい、こんな変わると思わない。ということで、はい、こんな感じでほらございます。どうですか、イメージ変わって真っ黒になりましたね。はい、髪も黒いし、はい、ちょっと近くで撮ってもらっていいですか。髪も黒いの、髪も黒いし、ほらイメージもほらちょっとカットもだいぶ軽くして黒いん で、ね、はい、やっぱあの軽くしないと、はい、本当に軽く見えないんですよ。本当ですね、はい、いつもよりだいぶ変わりました。変わりました。もう僕ね、あの、はい、多分就職活動した大学3年生以来ぶりくらいの黒髪なんで、うんうんうん、僕でもだいぶ髪型変わりましたね。だいぶ変わりました、はい、僕は丸み出してるんで。丸み、丸み出てますよね、はい、丸みと、あと紫外線防止の紫外線防止、はい、この時期紫外線強いですか。強い強いです。わかりました。まああの、URさんね、来させていただいたら、はい、こんな黒がおしゃれな黒髪にもなるし、なります。こんな赤髪にもなると。なります。逆に僕赤髪になった。赤髪になりました。変身です、はい、入れ替えでね、はい、はい、というわけであの今日大変お世話になりました。これからもね、あのお世話になると思うんで、はい、はい、引き続きよろしくお願いします。今度僕もどうしようチャンネル出してください。もちろんです。はい、今度三富さんに本気で潰される筋トレっていうのをやりましょう。やってもらいます。やりましょう。この格好で、はい、もちろんです。はい、わかりました。というわけで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ジャンボジャンボ。